徳本の左足こぼれたところができるようになってきましたからね。そういう意味ではチャンスが増えました。クロスが入ってユークのヘッド蹴る左足徳本のボールが入った。柳のところクリアしていく。元周平裏を使っていく。さあここは最後残ったところ、さらには最後部屋に寄ってきた番号をフリーにさせるイメージ。ドレボレーだ左木村中使うところのクロスはクロスに徳本シュート。前走っていた徳本を使って1対1。ここは徳本かわしてクロスに対して中央4人いる。クロスボール流れてくる川野徳本クロスボール取れているっていうか、溜めて左のスペース。徳本ダイレクトのクロスは変身ていくかわした。これが川山だ。中に入っていく。徳本がカバーについたぞ。ちょっと遅れていくがシュートを打った。徳本低いボールが来てヘッドに対してデューク選手ロングスロー。少しゴール方向からね、デューク選手落ちてきた感じになりましたけども、少し右斜め後ろにね、非常にゴール今からクロスファーサイド、ユークのヘッド、3点目、ナルセが入ってきました、さあシュート、徳本です、後ろからサポートあって、徳本周平、狙ってきた、決まった、先制、パジアード岡山、でも時間がこうやって作れたんですよね、プレッシャー、この画面見てもできないですけれども、そういう意味では、ああいう積極的な仕掛けから、この綺麗なシュート、本当に素晴らしいボールが生まれたと思いますね。はい。